リーゲルテレスコープの説明をします。まずこちらの歯をご覧ください。右は保険の入れ歯で、左がテレスコープです。一見テレスコープはブリッジのように見えますが、これもれっきとした入れ歯です。こちらをご覧ください。内側はこのようになっています。保険の入れ歯と比べていただくと分かる通り、内側がすっきりしています。次に取り外しを見ていきましょう。内側にレバーが2つあります。このレバーを爪で引っ掛けてレバーを開きます。そうすると抵抗なくテレスコープは外れます。外すとこのようになっています。すべて外すとこのようになっています。残っている自分の歯の形を整え、その形をもとに内観を作成します。この内観を歯に接着すると、このようになります。次にテレスコープの仕掛けと取り外しの説明をします。リーゲルとはドイツ語で管抜きを意味し、これを維持装置に使用しています。では詳しく見ていきましょう。内管に穴が開いているのが分かりますね。この穴に外管のレバーを差し込むことにより固定され、これで引っ張っても取れることはありません。そのためずれる、落ちるなどの心配もなく、快適にお食事をとることができます。